おい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 、はい、おいおい、五平餅作ります。五平餅はダメだよ会社で。今からこれに味噌を塗って焼きます。やめろそんなの、糸片付けろ。東海オンエアはしゃぶしゃぶと焼肉どっちの方がいっぱい食べれるでしょうか。焼肉。正解です。社長、東海歴何日でしたっけ。8日ぐらい、うん、僕もまだまだ浅いんですけど4年ぐらいなんで。五平餅です。重っ。米だねこれ。だって米に味噌塗っただけでしょ。そう、味噌の中にいろいろ入ってますけど、うん、めちゃめちゃうまい。これ何個でも食べれる。何個でも食べれる。ちなみに東海オンエアではとしみつ以外好きな人いないですね。これさ、味噌ってさ結構もう忠実に再現してるの。としみつさんがこちゃんで作ってたんですよ、うんうん、それを全く同じように真似しました。だから赤味噌買ってきました。あ、でもレシピも全部もう一緒みたいな。一緒です。すごい、これうまいね。でもとしみつくんはクラシル見て作ってましたね。